ら教えてください。僕左です。青と紫、青村、あー、これは紫くんかな？紫くん、いつもは村ちゃんって呼んでるんだけど、今日は気持ちを切り替えて紫くんと呼んだんですが、トリプルリーチ最高！トリプルリーチが最高だと思ったらみんな高評価よろしく！高評価よろしく！いや、これは最高だね！テンション上がる！テンション上がる！上がるぜ！語尾が変わる。ミケのエンタがなんとか出せっていうことはないの。もうなんとか出せっていうのはピカチュウを持ってるポケモントレーナーぐらいしかいないんだけど、今だけ言わせてほしい。ラッキーゲットだぜ！ドゥル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 ドゥドゥッドゥッドゥ。これは金色と紫のダブル狙いで、相手は紫。これラッキーある？なさそう。 OK、ある？あるんだよねあるの。これ普通ないでしょ。あるの、あるの。普通だったらここで勝ってるの。でもあります。相手の体が 99% 運でできてる。体が地球のさ、地球ってチェストがほとんどだって僕聞いたことあるんだけど、ちょっと待って、集中するね。集中、まだ耐えるから。一旦集中しよう。これはこれ一旦集中だ。何狙う？緑でもいいよ。緑と青のダブル狙い、緑と青のダブル狙い。いやー、これだ、ダブルこれでも勝てません。これでも勝てない。まだまだ株は抜けない。これ黄色消えた後に紫消えてストレートでピラミッドできる？いや、できないか。できないなら緑狙いをして、緑狙いをしていて赤狙いに切り替えて、いや、これ置けないんだよね。これも置けないんだよね。これまずいんだよね。これね、崩れちゃうんだよね。そう、なんか崩れる色だったんだよね今の。いや、まずいな。黄色しかない、黄色しかない。黄色。さあ、ジャッジメントタイム。負けたー黄色狙いかな。一応黄色で、待て、黄色とか青は多分崩れない。うわ、相手のミドダブ運命力ありすぎ。耐えた。ミケのエンタ耐えた。スマブラのキャラクター呼ぶみたいな喋り方になっちゃった。耐えた。さあ、しっかり耐えて、ボールが崩れて何も起きるわけではありませんが、紫も狙っちゃうと、黄色も狙っちゃうと。黄色っけ。ナイス。いける。ここで一気に土俵際、ここ土俵際ね。ここが土俵ね。紫狙うよ。緑も狙うよ。赤に変えるよ。やめた方が良かったよ、これ。赤に変えない方が良かったよ。赤、あ、消えた。まだ耐えてる。まだギリギリ。まだなんとか耐えてる。これ紫！いや、ダメだー頑張れ！運が覚醒してる。僕の目今光ってない？どう？運が覚醒してる今。目が光ってると思う、僕の目。やばい。オーケー！ナイス！この青を待ってたんだ僕は。100億年待ってた僕は。相手は紫か。黄色だ。黄色が僕に勝てと囁いてる。囁いてるよ。囁いてるっていうのは、あのパンダが食べる笹をね、あの火つけてる、あ、笹を焼いてるわけじゃなくて、コソコソコソって喋ってるって意味ね。喋ってるって意味。今のボケ誰が望んでたん？はい、マクロネイスさん、ミケのエンドさん、ありがとう。ありがとう。もう口癖なんだよね、ありがとうって言っちゃうの。よくないね。ちゃんと読みます。ミケのエンドさん、自分にどのぐらいの IQ あると思ってますか？僕の IQ、でもみんな知ってる？ IQ ってあれね、あの絶対的な数値じゃなくて相対的な数値だからね。あれ、どんなに IQ 自慢してもね、その場の点数でしかないからね。
いきなりガチの難しい話始める猫、ミケのエンタ。こういうのもたまにいいよね。緑狙います、緑。緑を狙って、緑完成です。相手赤やばいかも、赤やばいかも、でも大丈夫かも、大丈夫かも、黄色狙えるかも、緑かも、緑か、あ、ちょっと待ってね。緑は狙えなくて、緑は諸事情で狙えなくて、びっくりするほど黄色来なくて、赤ラッキーが来なくて、すべて来なくて、ここにワンチャンスをつかむってのはこういうこと。ワンチャンスをつかむ猫ちゃんです。ワンチャンスをつかむ猫ちゃん、ここに剣山、赤ピラも狙う、赤ピラも、これが運命を手繰り寄せるってこと。相手も上手相手も手繰り寄せてる、相手も手繰り寄せております。いやー、相手の方が手繰り寄せてる、相手の方が手繰り寄ってるね、これね。手繰り寄って、待って、これラッキーストレートないか、大丈夫だ、大丈夫そう。竹井壮、黄色のストレート、オッケー、まだまだ大丈夫、ナイスです。コメントありがとう。僕ね、一応コメント読む練習してます、最近。コメントちょっと読めてるんじゃない、すごくうまい、ありがとうございます。これ以上読んだら事故りそうなので一旦集中。うまいね、そのヘキサゴンは、うまいな。ラッキーストはない、ラッキーストはない、ラッキーストはない。僕ね、大声出すと相手にラッキー起きちゃうから、もう大声出さない、静かに実況するね、静かに実況します。黄色、一旦黄色、これでもう相手にはラッキー起きません。なんなら僕にラッキーが決まると。 OK、 やっぱり落ち着くことが一番大事と。黄色狙って、黄色狙い、待って、ラッキーあるかも、大丈夫、やばいって、怒られてる神様に。いらない話題出したから、そんな話題出すなって神様に怒られてます今。まだ耐えるね。相手黄色狙い、僕も黄色狙い、赤も狙う、黄色かな。いや、強くないそれは強いって。ちょっと待っとか、一旦落ち着こう、一旦話し合わない、一旦話し合おう。オッケー、これ赤ストレートできない、赤ストできると思うんだけど、どう、できないです、できません、赤スト。いや、ここでできる、ここでできる、相手にラッキー起きてたら僕にもできる、できなーい。なんでよ、あー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 、負けたー僕右側行きます。紫、紫狙いで行きたいよ、ナイス。赤ストもちょっと狙ってみよう。ちょっと欲張ってみた。ちょっとみんなの分だから食べないでねって言われたけど、こっそり一人分だけ多く食べた。多分まだバレてません。多分まだバレてなくて。ピラミッド OK？ ピラミッド OK？ 崩れてラッキー。これ土台積んだおかげかもね。土台のおかげかも。さっきこっそり積んだ土台が超役に立ってる。超いい感じに役に立って、赤ツと狙いつつ、青ピラ。どう？崩れて？ラッキーはないね。いや、これは運がいいけど、相手すごい崩れた。相手はジェンガのプロです。いや、でも崩れてるってことはジェンガ苦手か。そう、僕気づいたんだよね。たまに僕さ、ボール崩れた時にさ、ジェンガのプロって言うじゃん。ジェンガのプロ。ジェンガって崩したら負けなんだよね。気づいた、ジェンガって崩したら負けなのよ。うん、ミケの枝、ちょっと気づいてはいけないことに気づいてしまったかもしれません。崩しちゃった。これ崩したら良くないな、崩したら良くなくて、黄色狙おう、黄色狙って、紫も狙って、 OK！ OK！ ボール崩れるよ、紫、どうだ、入らない、入りません、もう一回、紫、どうだ、 OK！ さあ、紫来てくれたよ、これ崩れるんじゃない、結構崩れてくれたね。相手はミドダブワンチャンス、僕は青が来たら OK ね、青が来てくれますと、
相手は赤ダブだけど青がいっぱい来てるね。これは押し込んだんじゃないでしょうか。オッケーオッケー